下前チンあるよ。三。あれ素晴らしいよ、遅いぞ。めちゃくちゃ遅いじゃん。いや、おはようございます。横須賀組、ただいま45分。早いです。15分みんななぜか早い。ここから何分ぐらいですか？ここから三笠公園までは、浜須賀チームのペースでいくと正直言うと10分15分なんですが、僕を川崎チームの人で慣れない人は難しくて、それをね、慣れない人にやっぱり合わせてみんなでちゃんと走らないとね。合わせていくの。保険で30分かかるとは見てます。で、あ、いいじゃん。熊さんももう来てます。隠し撮り。ちょっと来る途中ね、軽くね、よくよく雨降ってたんだけどね。晴れたね。嘘でしょ。ちょっと降ってた。ちょっと小雨。そんな感じで今日もね、つやるね。俺も磨こうかな。明るく見と。今日もゲ、でもね、ハーパンにしないとやっぱりちょっと横須賀の海はどうなの？あのね、この子怖いからね、靴にした。あずき、あずきハイアップ。なんて言ってもね、今日のポイントはメーターがダメ。外れちゃった。一応動くみたいだけどね。以前になりまして、急遽コロナ顔見た。はい、アドレス中の顔見たんですけど、その写真はこちらです。どちらです。あ、多分バッサンが編集して撮ってくれる。てな感じで、まあみんなが揃ってからね、出動しましょう。横須賀、そしてファンティージワックス。今度の当たりミッション、衝撃しても当たり目とか当たり目ちょっといい。いや、むしろもうあのコンビニで売ってる当たり目貼っとけばいいじゃん。貼っとこうか。てな感じで今日も一日安全運転で頑張りましょう。あ、言い忘れてたけど、なんか大盛りチャレンジするみたいなんで、その様子は後ほど。チャレンジするの？はい。なんとかレッド。それ失礼だね。小豆色レッド。あ、栗浜です。あ、どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。あ、お少し、その節はお世話になっております。こちらこそ。昨日高落とし。全員集合。熊さん、今、お着替えしてます。熊さんが、セーラー服着て出てくるっていう。マジで？はい。それが多分一番横須賀で問題になるっていう。そうだね。はい。どうだった？塗り上がった時すげえ綺麗だったんだよね。ハイアップの時ね。一番うるさい人。かっこいい。かっこいい。小林です。小林です。はいはい。はい、終わっちゃう。よろしくお願いします。
阿部です。長田勝彦、何長田勝彦、北斗の拳というか長田ってシンプルに西のこのこうやってやる敬礼の長田いたじゃないですか、あれの弟で、ここにいたのが一さんです。もう跡形もなくなってしまいました。あれ、はい、誰ですか、誰ですか。俺らちっちゃい時に総合さんは偉い人って言ってました。どんどんどん、はい、今日はイカサ、どうぞ、ガルスみんなだるまさんが転んだ。あのおっちゃん誰ですか。東郷元帥って言うけど、名前なのかその役職なのか、そうだ、役職なのか分かんない。役職よ、社長みたいなもんだ、多分。とりあえずチケット買いますか。チケットどこに行ったって動画になってるから歌いますよ、どうぞ。いや、分かんない、更新曲軍艦タン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 そっちですか。違う方、俺は今イメージだね。2回転大回転したらもう変な方を思い浮かばしてる。今ちょっと高速球でしょ。花火だわ。最大3回転だな。なってるんですよ、引き替えに。これ上下じゃない、パピアだったら、これが上下、これだけじゃ分かんない、これの味です、これ何だろう、このシーン。
誰も入らない。行け。あ、いた。入ってる。ちょっとやばい感じ。結果誰も入れなかった。一人でずっと俺、いろんなの撮って歩いてるカメラマンも撮ってたどこの部屋にする部屋がいっぱいすぎて、どこの部屋にするなんだっけ、これ逆走できたあれ、なんかここら辺、もう本当に11年知らないですけど、でも好きな人は多分こういうの好きですよね。いやでも結構いっぱいあるんですね。すごいよ。でもなんかありすぎて一個一個取っていけない。あ、これあれじゃないですか、氷川丸って、あの氷川丸あそこの、港未来になるやつじゃないですか。そうそうそう、これ氷川丸の中入ってますか。へぇいや、ないよ、来た来た。で最後にね、あの多分すごいのがいると思うんで、久保さん、ちょっと時間がないんで巻いてもらっていいですか。はい、最後1台すごいのがね、一番端っこにいるんですよ。いやいや、まあ誰だこれちょうどいい。
きました。あれ、イさんどうしたの？なんかしょぼんとしてるけど、どうしたの？やった。どうしたの？やったな、何やったの？大丈夫、スペアエンジンあるから。やべ、伊藤さんごめん。伊藤さんごめん。下もらえるぜ、伊藤さんに。え、何したの？何したの？え、わかんないんだけど、どうしたの？何したの？え、メーターは朝壊れてたからあれだけど、何したの？どうしたの？どうしたどうした？え、抱きついた。何？どうしたどうしたの？抱きついた。どうしたの？はいはい、何があったんでしょうか？抱きすぎって何ですか？ちょっと実演してあげて、一回ちょっとじゃあ。1本が立ちってくっついてます。帰ってくるとしないんだからずっと横でそう。あの走ってる時も変な音してたから、だから余計俺速度落とせ落とせ。どうなりまーす。バニーのソフトクリームがいいな。あははははは。海軍カレさっき俺もう男気やって負けたんすよね。さっきジュース払ったんですよね。もうさっきジュース払ったんすみんなまだね、可愛いもんですよね。これでかいな。俺最後に撮ってるから。チョコレートボール、チョコレートボール270円。結構小さいんだね。お、行きましたね、津田さん。ちっちゃいから2個いきます。俺も2個。あとまだ。食べたいのをしましょう。あ、本当買って。ストロベリー。あと3人。Thank you.
十円玉ばっかりじゃないですか。あ、同じ。あと僕だけです。はい、どうぞ。僕は200円で大丈夫ですよ。僕も。いただきます。ちょうど5分で全員買い終わる。取れちゃった。スワニー。取れちゃった。壊れちゃった。で、ここには抱きついたハイアップ。伊藤さん、ごめんって言ってた。伊藤さん。これから仲良く二人で。どこに行くの？車取ってくる。気をつけてね。さす殺しの。伊藤さん乗るだけで本当バイク調子悪くなるんで気をつけた方がいいです。呪われてるじゃん。もうやばいんじゃない？もうやばいんじゃない？あれローダウン？ナイスかな。ナイス。君に返したっす。ナビしてあげてね。ちゃんといってらっしゃい。気をつけて。怖そう。走れないんじゃない？もしかしたら。さらば二人。皆さんこのバイクは見たことがありますか？そうです、イシちゃんのハイアップです。フルスロットルで走ってて行っちゃいました。イシちゃんが最初に漏らした言葉は伊藤さんに叱られるという言葉でした。まあ、またいつか道路を滑走できるところを見てみたいもんですね。すいません。そう。謝罪会見みたいな。謝罪会見。もう一から。どうして使えるか使えないか。ってとこが半分半分かな。トデイ、トデイ。ホンダのトデイ。あの次はおとなしく乗ります。こないだも言ってたよな。おとなしく乗ります。いや、あれセッティング出せばね、壊れないですよ。大丈夫ですよ。野球見てたんですけど。え、野球見ていろいろやったんですけどね。ちょっとだけ薄かったんですよ。あとね、あれ足首9で組んだったっけ。10点いくつじゃなかった。10.5 ぐらいあったでしょ。 10.5 ぐらいありましたっけ。 10.5 でチャンバーはダメですよ。